はい、本日はですね、ノースフェイスの、ポーチを紹介していきたいなというふうに思います。まあ、ポーチというか何というか、まあ、こちらに先出すんですが、こちらを紹介していきたいなと思います。でですね、まあ、僕の動画を普段からよく見ていただいている方は、あれお前、この間もノースフェイスのポーチ紹介しなかったと思うと思うんですけど、まあ、まさにその通りで、これ知らない人からしたら、もう全く同じに見えると思うんですよね。で、前回このスイープっていう、ウエストポーチというかバッグを紹介したんですけど、その時にコメントで、僕、スイープかもう一個迷ったのがあって、オリオンを買いました。って言ってて、オリオンと思って、オリオンで僕知らなかったんで、まあそれが購入したのが今回こちらのオリオンというのを購入したので紹介していくということになってるんですが、やっぱりスイープとオリオンが迷うっていうことは、まあ、それぐらい似てんやろうなと思って、一回購入してみてレビューしてみてから、まあ、どんな感じなんかなというふうに思ったんで、今回購入してレビューしていくということにはなってるんですが、やっぱり微妙に違うんですよね。まあなので紹介はしていくんですが、本当に微妙なので、まあ、この動画はもしかしたらノースフェイスがめちゃくちゃ好きな人にしか刺さらないかもしれないんですけども、まあ、いつも通り紹介していきたいなというふうに思います。で、今回の流れとしてはですね、まず、カバンなのでどれぐらい入るんかっていうところと、次に特徴としてはどういう特徴があるのかっていうところで、でその次にデメリット、このカバンならではの、まあ、デメリットっていうのを紹介して、最後におすすめの人はこういう人がおすすめですよっていうお話をしておしまいにしていきたいなというふうに思いますので、いつも流れでいきたいなと思います。ではですね、まずどれぐらい入るんかっていうことなんですが、このオリオンというカバンはですね、一応3リットルということになっているので、まあ、3リットルといえば確かこのスイープも3リットルかなんかやったと思うので、ほぼほぼ同じような形で、まあ、ウエストバッグやったら同じぐらいなんですよね。ちょっと僕黒やったらわからないんで、白に今から着替えてきますね。はい、それでは着替えてきました。まあ最初から白で取っとけよっていう話なんですけども、まあそんなもう取り直せずに行きたいなと思うんですが、こんな感じで3リットルやったら、まあ、男性やったらちょうどいい感じなんですよね。これぐらいの大きさで、これがスイープ、こっちオリオンっていう感じなんですけど、じゃあ実際にこの3リットルがどれぐらい入るんかっていうのを今から見ていきたいなと思うんですが、ではですね、あくまでも一般的な男性が入れるであろう荷物をこちらに想定してますので、それを入れていくんですけども、まずはですね、財布ですよね。財布を入れていくんですけども、パッてこれ横幅が広いのですっぽり簡単に入るんですね。パンって入って、で次はカードケースとか、まあ、名刺入れとか持ってはる方もいらっしゃると思うので、まあ、こういうのスポーンと入れて、で次にこちらがアイコスですね。アイコスもこちらポーンと入れて、で次に何、まあ、かあったらダメなんで、一応ボールペン入れてる。まあ、いきなり何かの契約をさせられたり、なんか壺を売られた時にこれ契約書を書くためのボールペンをこの中に入れておいて、次はエアポッツですね。これは待ち合わせしてる時に暇つぶしで使えるのでエアポッツを入れると。でその次にやっぱ夏場といえば、男性でお悩みの方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり肌はしっとりさせておきたいということでニベアを入れておくと、まあ、これが大体一般的な荷物かなと思うんですけど、まあ、僕の視聴者の方は結構野球が好きな方も多いと思うので、まあ、こういうボールもですね、一応入れておくということになっているので、まあ、これぐらいの荷物がすっぽり入るような大きさっていうのが3リットルになっているので、まあ、ちょうど手では持たれへんけども、リュック持つほどのものでもないっていう大きさが、まあ、3リットルかなという感じでは思います。まあ、野球ボール出したらちゃんとした形になるんですけどね、こんな綺麗なこんな感じの形になるので、まあ、程よい大きさかなと思います。では次は特徴を見ていきたいんですけども、特徴がですね、まずこれっていうのが、このウエストバッグ自体の前面っていうのがチャックが1箇所しかないんですよね。この前のこの今見てもらってるチャックの部分しかなくて、次は後ろにもう1箇所あるんですが、前面に関しては1箇所しかない。でそれ以外の小物入れるところとかも全くなくて、この1箇所のみになってて、さらにこの1箇所が大きいんですけど、この中で仕分けができるような感じになっているので、ざっくり大きいもの入れるもそうやし、さらにこうちょっとこういったパスポートなんかもこうすっぽりこうやって入れるような形になってて、まあ、手前の方にはもうちょっと大きい荷物をポンって入れたりとかでもできるようになっているので、メインの収納としてはここの1箇所で、まあ、あとは後ろがあるんですけど、まあ、後ろは後々喋るとして、メインはこちらの1箇所かなという感じでは思います。まあ、なのでざっくり入れてざっくり取りたい方なんかにはこの1箇所しかないので、変にチャック何個もあったりしたら、どこに何入れたっけってなると思うんですけど、結構大雑把な人とかはこの1箇所で全て完結するっていうようなスタイルになってるんかなというところで、まあ、それがこのオリオンっていうカバンの特徴かなというふうに思います。で次の特徴がですね、さっきもちらっと言った通り、この後ろにジップがあるんですよね。でこの後ろにジップがあるのは何なのかっていうと、これちょっとスマホを入れたりとかできるような感じになってて、でこのスマホをですね、この後ろにポインって入れれて、さらになんですけど、これ実はこの体に当たる部分にもクッションがあるし、さらに中の荷物との間にも多少クッションがあるので、例えばこういったこういう爪切りみたいな尖ってるやつがこっちの大きい方のポケットに入ってたとしても、この間にもクッションがあって、体に当たる部分にもクッションがあって挟まれているので、こういうスマホとかが傷ついたりすることがないような設計になってるっていうのも特徴的で、両方から守られているような設計になってます。まあ、なのでスマホ以外やっ
ったら例えばこう何があるんですかね、バッテリーとかでそうですかね、カメラのバッテリーとかもこういうところに入れておいたら傷つかへんし、まあ、あとはゲームとかもそうですよね。僕ゲームしないんであんま分からないんですけど、スイッチとか入れとっても画面が傷つかないとは思うんですけど、スイッチこれ入るんかなちょっと分からないんですけど、スマホ iPhone X が横にしてジャストぐらいの大きさなんで、これでスイッチが入るんでしょうかちょっと分かりませんが、こういうような大きさになってるということになってるので、例えばマカ2とかっていうアークテクスのカバンも同じような感じであるんですけど、それはですね縦にスマホを入れるだけの幅しかないんですけど、これはもうちょっと幅が大きいので、スマホ以外にも液晶があるタイプとかで守っとかなあかんようなやつがここにすっぽり入るような感じになってて、さらに落ちないようにジップもついてるという感じにはなっております。でそして次がですね、これ背負ってみたらパッて分かるんですけど、設計がですねちょっと落ちにくい設計になってるんですよね。でっていうのもどういうことかっていうと、例えばこうやって荷物が入れてるじゃないですか。でまあこうニベアも入れといて、こうやってで普段こうやって歩いてますと、ちょっとまあ締めすぎたけどいいでしょう。まあこういう感じであったら、例えば荷物こうやってキュッて取るときにジップがこれ上向いてるんですよ。なのでこういう風に開くので荷物がパッて取りやすいですし、まあ、さらに言うとこう落ちにくい。例えばこう前についてるタイプのジップってちょっとかがむだけでバラバラバラって荷物落ちていくと思うんですけど、これジップが上に向いてるというか開き方がこういう風にガバッと上に向いて開いてるので落ちにくいんですよね。なので後々も言うんですけど、こう前傾姿勢とかになるタイミングがある方とかはこういうカバンの形状の方がいいかなという風に思ってて、まあ、例えば前傾姿勢になるって自転車とかそうですよね。自転車とかこうクロスバイクってこう前になると思うんですけど、その時にこの前にジップがあるとバラ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 って全部落ちていくんですけど、これ上にあることでこう締め忘れしてたとしてもこうバラバラって落ちにくいようになってるので、まあ、この辺なんかはズボラ向きのカバンですよね。まあ、僕なんか結構こういうのは結構ありがたいかなというふうに思うんですけど、まあ、その辺も特徴かなと思います。で次の特徴っていうのがですね、この底の部分にリフレクターっていうのがついてるんですよね。でリフレクターって何かっていうと、こうやって反射がするというか光るような感じになってるので、例えば夜とかこういう暗いカバン持ってたとしても反射をパッてしてくれるような感じになってるので、これあるな、ここに反射があるので暗いカバンを持っててもしっかり反射がしてくれたりとかするので、まあ、この辺なんかも特徴かなというふうに思います。まあ、次デメリットが何があるんかっていうところにはなるんですが、まあ、まず一つ目っていうのが小物入れがない。こういうふうに普通に大きいところはガバッとあるんですけど、例えばこれの前にもうちょっとなんかちっちゃいリップ入れるとか、こう鍵入れるとかっていうのがなかったりするので、もう荷物に関しては基本的にここに全部入れちゃう。だから鍵もそうやしリップもそうやし、まあ、財布もそうやし、そんなんがもう全部ごっちゃ混ぜになっちゃうというか、まあ、一応中で仕切りはあるんですけど、まあ、そういう大きいの小さいのを一緒に入れたい方とかはちょっとこの辺はごちゃごちゃしやすいのかなと思うので、小物入れというかこう小分け入れ用のやつっていうのがそこにもう一箇所あればもう少しこうすっきりまとまると思うんですけど、そういうのがないっていうのがまあデメリットでもあり、まあ、メリットでもあるとは思うんですが、まあ、それが1点と、次のデメリットっていうのがですね、これカバンによったらあるんですけど、こういう底の部分とかが補強とかされてたりすることあるんですが、これに関してはそういうのがないので、420デニールという生地の分厚さがもう全面一緒っていうことになっているので、際立って補強があるとかそういったのはもう全くないという感じにはなっております。まあ、なのでノースフェイスのこういう小型バッグというか、まあ、こういうのって一番最初に思い浮かぶのってやっぱスイープって言って、前回紹介したやつが結構一番最初にみんなパッて思い浮かぶやつなんですけど、まあ、これやっぱオリオンって言ってちょっとコアというかちょっとこうマイナーなところというかツーなところやと思うので、まあ、この辺なんかは明確に用途が決まっていればぴったりのカバンかなというふうには思うんですが、まあ、その辺がデメリットかなというふうに思います。で次はですね、これおすすめの方がどんな人なんかっていうと、あんまりやっぱり荷物が少ない方とかはやっぱこういうふうに一箇所に集約されてるというか一箇所に全部詰まってるのって多分見つけやすいと思うんですよね。だからパッてこう開いてあげればもう目的のものがすぐ見つかると思うんですけど、細かいものをいっぱい持ちたい方は多分これ向いてないと思うんですけど、例えば財布、スマホ、鍵、アイコスも以上みたいな感じの人は多分これボンって入れておいてあげればどこに何があるかって探す必要ないし、もう大雑把、僕みたいな大雑把な人とかはもうバーンってこれ掘り込んどいたらバーンって取れるので、まあ、そういう方なんかにおすすめかなというふうに思いますし、あとさらに自転車ですね。自転車乗る方なんかもこう前傾姿勢になったりするタイミングってどうしてもこうボロボロってボディバッグからサングラスが落ちたりメガネが落ちたり、あとアイウェアが落ちたりとかすることあると思うんですけど、そういうのって傷つくじゃないですか。僕それで何回も傷ついてる記憶あるので、まあ、それが苦い思い出としてあるんですが、まあ、そういう感じでこう前にこうボロボロ落ちていきたくない方っていうか、まあ、前傾姿勢でチャリンコ乗っててこう荷物パッて開けた時にボロボロって落ちたくない方は多分こういう上向いてるタイプなんかはいいかなというふうに思いますし、それ以外にも例えばさっき言ったみたいに
スマホとかをこの中に入れて守りたい方、後ろからも前からもしっかりクッションがあって守られてるとか、あとまあその例えばゲームとかもそうですよね。僕ゲーム何があるのかちょっとわからないんでここで面白い例えが出てこないんですけども、まあ、僕がやってたゲームといえばちょっと話が脱線するんですけども、まあ、昔学生時代といえばウィーニングイレブン、パワープロ、そしてグランドセフトオート、まあ、これはセカンドチャンネルでもちらっと言ったんですけど、この3つはめちゃくちゃゲームやってたんですけど、それ以外のゲームはもう全くやってないので、今の任天堂スイッチが何があるのかっていうのを全然知らないんですけど、まあ、そういう多分あの小型のゲームというか、まあ、そういったのはここにすっぽり入るんじゃないかなと思うので、まあ、そういうのを普段から持ち歩きしある方なんかにはおすすめかなというふうには思います。はい、というのがですね、まあ、以上このオリオンの、カバンの紹介かなというふうに思うんですが、まあ、冒頭からチラチラ出てるこっちの、スイープっていうカバンの方と、まあ、同じような見た目で、これ何がちゃうねんっていう感じだと思うんですけど、やっぱり細かい部分見ていくと用途がしっかり分かれてて、こっちにはこういう人が向いてる、こっちにはこういう人が向いてるとかっていうのがあったりするので、またそれは別動画でお話ししていきたいなというふうには思うんですけど、まあ、パッて背負った感じ見てもらったら、スイープの方が、まあ、こんな感じの背負い心地というか、こう見た目になってて、これ立った方がいいかな、まあ、こんな感じになってて、まあ至ってシンプルな感じですよね。で次のオリオンが背負ってみたら、まあ、こんな感じになってて、まあ、パッて見て思うと思うんです。どこが違うねんと思うと思うんですけど、僕もこれ今画面越しで見てて何が違うのかなってわからないんですけど、まあ、若干収納の仕方とかが違うかったり、作りが違うかったりするので、またそれは別動画でお話していきたいなというふうに思うので、まあ、今日はざっくりこんな感じで紹介していったっていう動画になるので、まあ、この辺で終わりたいなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね、ノースフェイスのオリオンというカバンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。